モーターズ。はい、こんにちは。モーターズの青木です。お疲れ様です。今回はですね、イギリス、バーミンガムの方にですね、年に2回開催している NEC という空港のすぐ横にあるですね、キャンピングカーのショーの会場に来ております。今回もですね、モーターズ森くんに代わってですね、少し皆さんに最新キャンピングカーの模様をお伝えできたらなと思って、少しだけ動画を上げてみたいと思います。勝手に思ってることなんですけど、イギリスが世界の中で一番早いようなデザインなのかなとか、一番進んでるのかなっていう気がします。あと右ハンドルということでですね、同じ右ハンドルで小型車の方が独立されている国なので、そういったところもですね、参考にしていきたいと思いますので、皆さんに少しでも画像の方を提供できたらと思っております。モーターズ。キャンピングカーイベントなのにすごくないですか、これ。こういうのもヨーロッパらしいというか、体験できるんですね。ロッククライミング、あまり関係ないけど、かわいいですね。ちょっと日本に持ってくるには高いかな。このぐらい大きくて、これでこっちの売り値が180万。結構広いよ。今度はですね、うちで扱っているこのエアオーニングの業者さんのところですね。今回ちょっと打ち合わせさせていただきたかったのは、ちょっとここにね、パイプになったんですね。こういうところがパイプになっていること自体がちょっとどうかなっていう、やっぱりこの既存のような形でエアオーニングの方がいいし、こういうようなこういうのカーテンもね、ファスナーで、ね、つけれるようになったみたいですね。上もこういう形で光が入るようになんかしてね、良くなってきてると思います。この辺またね、商品化していきたいと思いますので、また期待してください。また面白いのですね、これ。いいじゃないですか、オーロラってこと。どこな、早いんだよな、デザインが本当にかっこいいよね。これクナウスのメーカーなんですけどもね、僕の個人的には好きなんですけど、このギアハッチですね、ギア扉っていうのと、あとはサイド扉もついてて、アウトドアとか荷物をごっそり乗せたりするにはね、非常にいい形でギアウト。ただやっぱりポンドは高いな、日本に持ってくるにはちょっと難しいかな。イギリスはやっぱり個人的な意見なんですけど、デザインがやっぱり世界で一番早いんじゃないかな。前のこのトレーラーの顔つきにしても、このテールランプすっきりしてて、後ろから見てて最高、かっこよくないですか。下回りもね、デザインとかがすっきりしててかっこよいの感じになりますね。この頃また多くなってたのが、このジャブコンの頭がね、少しまた大きくなってきたようにも感じられますね。この辺のステップとかよくできてますよね。乗り降りしやすいようなステップになってます。すごくデザイン性がいいかと思いますね。やっぱりイギリスの車、綺麗にまとまってますね、デザインが。大きなこのね、バスタイプのキャンピングカーなんですけど、ドイツなんかと違ってですね、このこちらの方が一番大きなタイプなんですけども、車を入れたりですね、しないんですね。よくはドイツなんかではこの車体の下にですね、車を入れたり、ポルシェが入ったり、フェラーリが入ったり、これだけ大きいのに特に入るわけじゃないんですね。高さがある細身のタイプになりますね。カラーリングとかすごく見せてかっこいいですよね。この真四角な感じ、大きく入りますね。イギリスといえばですね、このエアオーニング、エアテントですね、世界で一番早かったと思います。10年ほど前ぐらいにはもう商品化されて、椅子だったりモーニングだったりっていうことになってます。こんな形でエアオーニングの方がこちらではもう主流になってますね。こんなに大きなエアテントもありますね。
やっぱり手収が楽とか、あとはあの風に強いとか、こういったメリットが非常に大きい商品だと思います。こんな形で、どん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 新しい商品出てってますね。トレーラーなんかもオーニングをどんどんつけていくような形になってます。大型車両多いですね。この辺とかもほら前から見るとこんなに綺麗な内装になってますね。こちらはまだね LP ガスの方が主流になっているので、日本とまた法律が少し違うんでしょうね。非常にこう積みやすい LP ガスが当たり前のように使ってますね。やっぱこう文化がこう日本とイギリスでは随分違ってくるのかなっていう気はします。今3号館にいるんですけども、全体的にトレーラーが多い展示になっております。日本と違うところはですね、こういう食器関係もねキャンピングカーショーいっぱい出てるんですね。さっきもね服とかジュエリーみたいなものを持ってたりとかしてですね、それはそれで皆さん買い求めになってる方も非常に多いです。コーヒー豆だったり、それこそコーヒーメーカーだったり、いろんな商品がですね、売られていて、キャンピングカーをやられるユーザーさんたちが、興味津々に集まっているのもこのイベントの楽しさかなと思います。日本でもねこういうようなイベントがあると一番いいのかなと思いますね。2024年ウィナーって書いてますね。これでもスモールキャンパー版なんですね。マドリア、ポップアップ車でサイドオーニングがついて、中も非常にコンパクトにまとまってるのかな。後ろからちょっと見てみたいと思います。価格は約6万ユーロ、5万8000ポンドですね。1200万ぐらいするってことか。こういった形ですね。日本では少し長いような気がしますよね。ボンネットが長いからしょうがないんですけどもね。でも非常にかっこいい車ですね。やっぱりね使いやすそうな。こちらの場合運転席助手席はこういう風にね回転できるところが非常にいいですよね。こちらもですねフランスのメーカーさん、はい、同じとこのメーカーさんのミルダーさんのところなんですけども、これもね使い勝手が非常に良さそうですね。僕も個人的に好きなこの常設二段ベッド、運転席助手席が回転するからここはこういった形で使えるんですが、やっぱり常設のこの二段ベッドやっぱりすごく使い勝手がいいですよね。マルチルーム、まあ、ここはねシャワールームトイレルームになってますけども、やっぱこういうシックなデザインですね。黒かったりしてこういうところも細かくデザインが施されてますね。あとですね建築関係でもこの床板の張り方がですね、ちょっとこういう今カーペット張ってあるので、見づらいんですけども、住宅とかでも今この幅広の斜めに張るデザインですね。こういったのがすごく流行ってるんですけども、やっぱりキャンピングカーも同じようにですねその流行りを取り入れてるのかなっていう気がします。ちょっとフランスの車っていう感じがしますね。デザイン性がすごく高いです。車もですねフランス、イギリスの場合はですね、やっぱりコンパクトにまとまっているところがありますので、やっぱりこうアメリカとかですねドイツみたいな、フルサイズの大きさよりも比較的、ヨーロッパの中ではコンパクトサイズのものが人気なのかなっていう気がします。この車もかっこいいですね。フォルクスワーゲンベース、もともとねバンのベースのものですね。キャブではなくてバンベースのものをボディカットした、タイプ、バンキャブコンになりますね。 A to Z さんとかがねバンキャブコン以前作ってましたよね。 NV200 とかでね、作ってるようなシルエット、やっぱりこういったバンコンのもの、フレームがですね低い位置にありますので、非常にこう床が低い分高さも抑えられる、もしくは床が低い分ですね室内光が得られるっていうメリットがあります。あとコンパクトにまとまるんですね。こういったタイプのフレーム車も、もともとトラックベースのものではなくてバンベースのものにするとこう分かりますかね、この車高の低さというか床の低さっていうのが分かっていただけるかと思うんですね。こちらの方はトラックベースのものなんで床が少し高いんですね。でこちらのものはバンベースのものなのでフレーム自体が低いので全体に床が低く設計されてるってことになります。
NV200 の場合はですね、僕も乗ってるんですけども、やっぱり FF っていうと後ろが下がる分ですね、上り坂でフロントタイヤが空転したりするんですが、こちらとかはすごくよくできたモデルになってますね。かっこいいモデルになります。中の方もどういった感じなんでしょうね。同じですね。こうでもこういったところがですね、1段下がるんですね。下がることによって非常に高さが得られるのと、あと使い勝手のいい常設の2段ベッドという形になります。でここは多分こういったのでこのままできてますよね。階段が出てくる形になって足をかけて登るという形になります。で下のマルチルームがこういった形で、自転車バイクが楽々積みますね。こういうの大好きですね、僕ね。使い勝手が良くて街乗りもできて、見た目的にもシャープな感じで走りもいいのかなっていう気がします。森くん、こんなのどうですか。森くん、これ好きでしょ。これですね、例えばレースに使うような車だと思うんですが、中にですねコンプレッサーが積んであるんですね。こんな多少こう作業ができるような車になってると思いますね。丈夫なものが止めれるような形になってて、であとは、車中泊ができるようなデザインになってます。あそこの天窓もいいですね、非常に。だからこういった車も展示してあったんですね。何かな、キャンピングカーとなんか関係あるのかなと思ったんですが、まあ、こういったものを整備をしながらレースに向かったところで車中泊をする、もしくはミーティングをするっていうような車に仕上がってるみたいですね。4号館にやってきました。4号館はですね、もう見ての通り本当にこのテントキャンプを楽しむっていうところで、いろんなメーカーさんのテントたくさんあります。やっぱり先ほどのような、エアタイプのものがあったり、あと何しろ大型化のものがあったりですね、あともう1人用、それから2人用、ものすごく風にも強いような、すごくこう低いタイプのもの、登山とかの山で使うのかな。こちらと向こうね、比べてもこう全然高さが違うと思います。ここは超人気のキャンプ場に来ちゃったっていうような、もうテントだらけですね。どこを見てもテントだらけ。これも有名なコールマンのブースになってますね。日本でも有名ですね、コールマンのブースね。ちょっと中の方行ってみましょうか。非常に何もかもよくできててですね、まあ、何しろ大きいですね。ちなみにこのクラスなんかだと通常は300ポンドでも、これも約6万円ですからね、しますね。このぐらいの大きさです。こちら大型化してますね。コールマン、前まではなんかこう赤のテントとかだいぶ深緑も強かったようなイメージなんですけど、今回随分鮮やかな緑色になってますね。あとまあうち の取引があるところのこのキャンパさんね、はい、ここも元々はテントメーカーなので、こういった形の金物が骨組みになっているテント、こんなにたくさんモデルもありますね。ここのエリア全てがテントキャンプっていうようなものになってますので、見ててもすごいこう楽しいですね。ポップアップの上にね、こういったカヤック乗せたりもしてますね。これはうちの今後の課題になってますね。上に何かを乗せるようであると、こういうのはちょっと複雑な屋根にしなきゃいけないですね。ここにこう突っかえ棒的なものがしっかり入らないと落ちてきてしまうので、ケーに対して少しこう重量が重たくなっちゃうっていうところも問題点としてあります。あと長く使っていただくためにですね、骨組みとかも強いものっていうのは間違いないんですが、女性の方でも簡単に上がるようなもの、やっぱり軽く作らなきゃいけないっていうものがありますので、その辺もね、花物を見たりとかっていう参考になりますね。こういうようなストーブですねあったり、キャンプ用品のもの、皆さんこんなにたくさんいっぱいありますね。日本のアウトドアフェス、キャンピングカーショーとは少しこう桁違いのものになっているかと思います。この辺もね、よくできてますよね。
前もねちょこちょこ僕も興味あったんですけど、このトレーラータイプも現地行った時に広げるタイプのテント、これもそうですね、これもイギリス製なんですけども、もともと小さいこのぐらいのトレーラーなんですが、こんなに広がる、当然キッチンもベッドも全部つくような形になりますね。一番奥がトイレになってますね。ここはリビングになってます。で、突き当たりがキッチン、かなりコンパクトな車でも引っ張れるようなことも書いてますね。こちらもすごい、テントとしてはこんなに伝わるかな、こんなに大きなテントになるんですが、移動用の、ね、テントまで形になります。よくできてますよね、こういったのも、こういった形で全部この中に収納できますよっていうような絵も描いてますね。これが1台のトレーラーでポンとまとまって、かなり背の低いトレーラーになりますから、走行性も安定するっていう形なんでしょうね。1台だいたい平均組み立てるのに15分もあればできますよっていうことが書いてましたね。もともとはこのサイズ、それがこんな形になっちゃうんですね。それがこんな大きさになります。これも面白いですね。ありそうでなかったというか、僕知らなかったんですけど、ハウスボートですって。こういった形、川とか湖に停留させてこんな形で、これボートなんですけど家ですからね、ハウスボート。すごいですよね、ボートをメインとして考えてて、そこにこういった形でボートの上に家を作っちゃった。やっぱりこれあのイギリスならではのというか、湖川が多いのでこういったこともできるんでしょうね。ホール5ですね、やってきました。ホール5はですね、前からこういった、大型のトレーラーハウスですね。以前はですね、もっと大型化してて、この1台のものが両サイドについてかなり大きなものが展示してあったような気がしますけど、前回4年ぐらい前はスケートリンクだったんですが、今回湖ができてますね。子どもたちがですね、カヤックをやったりサップをやったりしてて、外の気温ただいまですね、最高気温5度ぐらいなんですが、水着を着てやってる子たちがいっぱいいらっしゃいますね。かわいいでしょ、ほらみんなこんな形で楽しくやってますよね。こちらはですね、あの先ほど言ったトレーラーハウスですね。これが、11万ポンド、2200万ぐらいのトレーラーハウスになってるみたいですね。このトレーラー2つ分が連結されているもの、こちらですね。2台が1台になっている形、こちらもこうですね、かなり大きなトレーラーになってます。あとは小さなビルダーさんですね、そちらの車両とかが展示してあります。こういうのね、食事するところがあったり食べれるようなスペースもあったりしますね。こういうところいいですね、休憩もできるしのんびりと。今日はですね、着いたばかりでまだ駆け足で回ってはいるんですけども、また強行突破でですね、2泊だけして、3日目の朝早朝ですね、6時の飛行機で帰ることになってます。滞在時間丸2日間っていう形になるんですけども、でもですね、なんか刺激になるものばかり。あとは右ハンドルなので、レイアウトが非常に日本の参考になったりとかですね、あとデザイン性だとか、あとはパーツ関係のまあ打ち合わせも若干あったりするんですが、基本的には新しいもの何かないかなっていう視察のためになるべくですね毎年来るようにしてます。一応開催はですね、春と秋の2回開催、年に2回開催してるんですが、秋の時期は僕あんまりちょっとですね、イベント等が絡んでますので、なかなか行ける機会ないんですが、なるべくこの春のイベント、新作モデルとかが出てる時に、見に来るようにはしてます。やっぱり、ヨーロッパ全体の中でですね、アメリカとは違うし、ドイツとも違うし、やっぱりこうイギリスはイギリスらしいキャンピングカーショー、イギリス、フランス、この辺りですね、あとスウェーデンとかもよく来てましたかね、その辺の、キャンピングカーのビルダーさん等が多くいらっしゃいます。続きましてですね、嬉しいニュースですね、このメイドインジャパンのですね、スノーピークさん、はい、
が出店してますね。僕も今回初めて出店してるのかなと思って、先ほどですね担当者さんの方にお話聞かせていただいたんですが、3年ほど前からイギリスの方の、ギャンピングカーショー、出店してるみたいなんですが、売れ行きの方はですねまだまだ知名度が、こちらの人とはまだ浸透してなくてですね、隣のこういったコールマンさん、はい、このぐらい大きなもののテントがですね約10万円ぐらいで販売しているものに対して、スノーピークさんこのぐらいのね、はい、大きさのものでもそれ以上の金額がしてしまうとのことで、まだまだブランド力としては日本では非常に高いんですが、イギリスの方ではそんなにまだ出てないんですよなんていう話をしてました。でも今後ですね期待したいと思います。頑張りましょう。メイドインジャパン。はい、皆さんおはようございます。昨日のですね夕方まで2日間ですねキャラバンモーターホームの方ですね視察見てきました。今回の感想としてはですね、相変わらず小型車が多くなってきたのかなっていうこととですね、アウトドアでもね、テントキャンプの方はこちらの方では盛んだったのかなっていう気はします。僕もね仕事の方もですねエアーテントに関してはですね打ち合わせかなり密にできることができたので、今後また輸入関係頑張ってやっていきたいかと思います。またですね次回このようなこともまたできるようであればですね、皆さんに少しでも海外のですねキャンピングカー事情のことをですねお伝えできたらなと思ってはおります。うちの方のチャンネルもですねナチュガールさんたちがですね、宮殿くんを使って旅してる番組かなり好評ですので、モータースチャンネルの方も今後高評価ボタンと、チャンネル登録の方またよろしくお願いいたします。また次回どっかでお会いできることを楽しみにしています。それでは皆さんさようなら。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。